腹ペタベルトをいくらつけたとしてもこう腹腔に腹腔を潰して肋骨狭まったとしても、自分の理想的な姿勢、背筋を伸ばして胸を張った方がいいと思ったらお腹もつけるし肋骨も開くんですね。だから基本的な理想的な姿勢をの意識を変えないといけない。はい、一般的な人はこう、こっち方向には巻き肩になってます。巻き肩というかここに30度ぐらいの角度で、これは全然いい。でこう胸を張ったらどうなるかというと、これが0度になってしまう。でこれは僕もできてると思うんですけど、これプラス前方傾斜、肩甲骨こっち方向に、これも僕はできない、意識しないとできない。どういうことかというと、これこうで構えます。前方傾斜、これイタリア人とかラテン系の外人さんできてるんですよ。そうすると女性も男性もめちゃくちゃセクシーに、この角度こう変直じゃなくてちょっと前に、これを意識するためのエクササイズ方法を教えます。まあこれ自体巻き型ですけど、あと一つ加えたいのが前方傾斜。そうすることによってお腹の方、丹田とかおへその下の方なんかへこむ気がします。はい、こうすることによってただ単に外側に外転、肩甲骨外転させるのではなくて、これは僕もできます。これからこうするとで顔も一緒についていかない。こうすることによってお腹がへこみますよね。はい、これを時々意識してあげるとダイエット効果が抜群です。これプラス腹で食べると。はい、これで質問でした。